それ今お話があったように、まあ、ボールは本当力がありますから、うん、そんなにこうねポンポン連打打てるというタイプにも見えませんし ね、逆に言えばね、まあ、だからミント投手としたら真ん中狙ってですね、うん、行けばどっちか両サイドに行ってくれたら、あはあはあ、真ん中に行って真ん中に行くんだったらコース狙えるわけですからね、でキャッチャーもよくコースに構えるキャッチャーがいると思うんですけども、ある程度変化球の選択、ストレートの選択すると思うんですけど、構えは低めに構えておいてあげた方がいいのかなっていうふうに思うんですよね、そうするとしっかりこう、まあ、どっちかに来てくれる、そういう選択肢でいいんじゃないかなと思うんですよね、これは星野監督はどういうクレームをつけに行ったんでしょうかね。さあ2エンド2. またしてもフルカウントになりました。3ボール2ストライク。ここ渡ってる聖さんになんとかつなげてもらいたい増田です。ランナーがスタートを切っていますが、ボールは左に切れてきます。これはどういうことなのかというので通訳を交えて、これ杉山さん想像つきます？多分帽子と顔のこの手の素振りしてますから、まあ、定かでないんで僕は言いたくないんですけどもね、もしかしたらちょっと何かあるのかなっていう。つまりこう帽子のつばの、ね、ところを、例えばボールにロージンをつけていけないとか、手にロージンをつけて、っていうそういう、まあ、直接ロージン、ボールロージンつけちゃいけないじゃないですか。いろんなことがあるんですね。はいはい、まあ、いずれにせよその、ちょっと誤解を招くような動きをするなということですよね。ね、乾燥してるんで、はい、ちょっと、ね、手に湿気を持たせたいっていうこともある。ははは、その汗を拭いてそのままこうボールに感触にっていうこともあるので、結局これはフォアボールです。